モルブをご覧の皆さん、お久しぶり、チェーだよ。初めて見る人は、チェーが突然喋ってびっくりしちゃったんじゃないかな。今回は、これからモルモットをお迎えしようと考えてる人のために、モルモットのチェーが注意点をお話しするんだよ。モルモットがモルモットの話をするなんて、なかなか今までなかったでしょ。じゃあそろそろ始めるね。ああ、行くよ行くよ。それじゃあ、スタート。チェーたちモルモットが生きられるのは、だいたい5年から7年って言われているよ。そうではなかなかできないってパパとママが言っててな。どうしても行きたいときは、ペットホテルや病院に預けることもできるみたいだけど、正直お家以外のところに行くのはとっても怖いんだ。それだけじゃなくて、今からお話しする全部のことに関わってくるんだけど、一番大事なことはお金もかかるし、ずっとお世話してもらえるのかなってところなんだよね。覚悟を持ってチェーたちモルモットをお迎えしてほしいなって思うんだ。モルブではだいたい月に4000円から5000円かかってるんだって。まあチェーにはよくわからないけど、それなりに大変ってことらしいんだよね。それと病院に行くととってもお金がかかるみたいだよ。モルモットは割と病気になりやすいらしいんだ。もしもの時のためにペット保険に入っておくのもいいみたいだよ。もちろんお金は貯めておいてもいいと思うよね。モルモットはね、エキゾチックアニマル専門の病院に行くのが基本なんだ。これが意外と少なくて、チェは1時間かけて病院に行ってたんだよ。待ち時間のことも考えると、だいたい移動時間は40分ぐらいまでが理想かなってママが言ってたよ。獣医さんによると、だいたい生後7ヶ月ぐらいまでは病院にたくさん連れて行って、ストレスに強い体を作ってあげるのがいいみたいだよ。チェも本当に病院は好きじゃなかったよ。チェはとっても心を許してたつもりなんだけど、人によっては全然懐かないねって思う人もいるみたいだよね。人間ってとっても大きいでしょ。最初はチェもよくわからなくて、よくママの手を噛んじゃったりしてたっけな。他の動物に狙われやすいからさ、身を守るのに必死なんだ。あ、そうそう。モルモットを食べる国もあるらしいよね。それとチェーたちモルモットはね、とっても耳がいいんだよ。例えば金属の音とか、テレビのピンポンピンポンっていう音とか、とっても嫌いなんだ。すごく鳥肌が立つんだよね。鳥じゃないけど、小さいお子さんがいる親御さんはよく教えてあげてほしいんだ。モルモットのお世話で一番何が大変か、インスタグラムのフォロワーさんに聞いてみたんだけど、一番大変なのはお掃除なんだって。チェのママとパパは1日 1.5 回やってくれてるよ。誰か一人だけできればいいわけじゃなくて、いざという時のために家族やパートナーがいる人は一緒に協力してできるようになっておくといいと思うってママが言ってたよ。そして爪切り。爪切りは本当に苦手な子が多いって聞いてるよ。チェもこれ大嫌いだよ。まずこうやって押さえつけられるのがすごく苦手なんだ。難しいと思う人は無理せず獣医さんにやってもらってね。チェーたちモルモットはね、お散歩するのが大好きな子が多いんだ。だからケージの中だけじゃなくて、
お部屋の中をたくさんお散歩させてほしいんだよ。気分が良くなるだけじゃなくて、太らないようにするためにも必要なことなんだ。おしっことうんちもいろんなところにしちゃうんだけど、優しい心で見守ってほしいんだよね。あ、そうそう、なんでおしっことうんちいろんなところにしちゃうのって言われるんだけどさ、それはね、知恵にもよくわからないんだよね。つまり本能ってやつだからさ、頭がいいとか悪いとかそういうことじゃないってことだけ覚えておいてほしいんだ。さっきもお話ししたけど、お掃除って毎日やるのは結構大変みたいなんだ。どんなに健康な人でも体調が悪い時はあるでしょ。そんな時、一人暮らしの人は特に大変かもしれないよね。そしてチェーのママとパパも会ったことなんだけど、チェーたちモルモットは牧草を食べるでしょ。ママはチェーをお迎えして間もなくチモシーのアレルギーになってしまったんだって。たまーにお薬を使うこともあるんだって聞いたよ。今は大丈夫でも、これからアレルギーになる可能性があるってことも頭の片隅に置いといてほしいんだよ。どこかで聞いたことあるようなセリフだけど、最後にとっても大事なことだからちゃんと聞いてね。ジェイたちモルモットは飼い主さんのことをとってもよくわかってるんだ。飼い主さんの声や匂いもちゃんと覚えてるし、自分の名前も覚えられる子もいるんだよ。飼い主さんはジェイたちモルモットにとってかけがえのない存在なんだ。だからこそ最後まで一緒にいてほしいなって思うよ。最悪ね、最悪の時の話だよ。もしどうしても飼えなくなってしまった時のことを考えて、家族や親戚、お友達に引き取ってもらえるかも聞いてみてほしいんだよね。あとは SNS を使ってたくさんお友達を作っておくってこともいいかなって思うよね。ママ友みたいな感じでいろんな情報を集められるからね。ということで今回のモルプはここまで。どうかな、チェたちの気持ちよくわかってくれたかな。チェはモルモットも人間も一緒に幸せになってほしいと思ってるんだ。飼い主さんが幸せじゃなくちゃチェたちモルモットも幸せじゃないんだよ。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録をお願いしますなんだよ。あ、こんな時間だ、もう帰らなくちゃね。じゃあお先に失礼するよ。また会う日までみんな元気でいてね。それじゃあバイバーイ。